皆さんこんにちは、村長です。今日は前回に引き続き UJAM の新しく出ました U シンセ、これをディファレンス的に解説をしていきたいと思います。まずこれをインサートすると画面はスタイリッシュな、とっても素敵なデザインになっています。これは大きく分けて一番左側のシーケンサーというブロックと真ん中のシンセサイザーというブロック、そして最後のエフェクトのフィニッシャーというグループ、この3つのブロックからなっています。しかし、名前はついているものの、難しい操作というのはあまりいらないようになっています。シンセサイダーに不慣れな人が始める場合は、プリセットを選ぶのが一番いいでしょう。この左の上の方の2080と書いたここのところを選択すると、このようにジャンルのようなものが出てきます。そこでこの真ん中のブロックでキーズとかリードとかそういうのが出てきて、たくさんのプリセットが入っています。例えばこの一番上のものを選んでみましょう。それだけでこんな音が鳴ります。今僕はコンピューターにつながれた鍵盤を押します。ドミソの和音を押してみます。はい、このように綺麗なプリセットがあります。矢印キーを押すことで次のプリセットを選べます。はい、こんな感じになっています。一番上のところを選択しておきます。そしてこの右の方に閉じるボタンがありますので、これを閉じます。この3つのブロックにはスイッチがあります。このように左右のシーケンサーとフィニッシャーのブロックは消すことができますが、真ん中は音作りの基本ですので、これを消すということは音が鳴らないということなので消すことができません。そして今真ん中の機能だけで音を作ってみましょう。この大きな2つのノブの左側はダークブライトということで、甲高い音が鳴ったりダークな音が鳴ったりするようになっています。ちょっとこれを左の方に回します。もっと左に回します。今度は右の方に回します。はい、このようにダークブライトが表現できます。今度はこの右側です。ファストスローと書いています。これは音符の長さのようなものです。一番左の方にやっておきましょう。今キーボードをトンとだけ押します。するとこんな感じの音が鳴りますが、これを右の方に回します。すると、こういうふうにストリングスのように長く伸びた音が鳴ります。これが2つのボタンの基本です。そしてその上にプリセットがあります。ここでプリセットを選ぶことによって、面白いのはこの下のパラメーターが切り替わるということです。いつも同じではありません。はい、またプリセットを変えました。はい、こんな雷のゴロゴロみたいな音が鳴ります。そしてここで、はい、こんな音を鳴らしておいて、ここを変えていきます。このパラメータなども普通で言えば、LFO であったりとか難しいシンセサイダー用語が出てくるところなんですけれども、ここはドラマティックとかですね、サブオクターブとか、そしてここはノイズとかいう風になっています。これを切り替えてみます。はい、これがドラマティックかどうかは皆さんの判断次第になるんですけれども、これがドラマティックです。そして次はサブオクターブ。
はい。このようにですね、低音の倍音が多くなったような動きをします。はい。次はノイズです。はい。ちょっと濁ったような成分が増えました。もう一つぐらいだけテストしましょう。はい。今度はスタッカートと読むのでしょうか。これが一番左にあります。これをやってみます。はい。このように途切れた感じの音が鳴るようになります。次は先ほどと同じサブオクターブです。はい。これは先ほどと同じように倍音が多くなりますね。最後のパラメーターはキャラクターとなっています。はい。このように、はっきり音のキャラが変わります。難しいことがなく、英語が苦手な僕には少し意味というのが分かりにくいところもあるんですけれども、まあ何せつまみをぐりぐりいじって、若干英語の知識を頑張ってつけて、ここを触ると、それだけでシンセサイダーの難しいことは何もなく、このようにできるようになるわけです。これに、シーケンサーをつけてみましょう。これをオンにします。すると今ここは16分という風になっています。いわゆる16分割りの音が鳴るということです。そしてここにビートとキーというのがありますが、これは後で説明しますので、まずはここをビートという風にしておきます。はい。このように16部で分かれますが、これを8に変えます。そしたらゆっくりしたようになります。はい。今、和音を2音で鳴らしました。押さえる数によって変わってきます。押されたコードでアルペジオが変わります。もちろんこれにもプリセットがあります。僕は今その度に押してるんですけれども、押してモニターするのが面倒な方は、ここでラッチのボタンを押しておくと、弾くだけ弾いてそのまま音が続きます。はい。こうしながらこの4つのパラメーターを変えていきましょう。はい。これは音の長さです。右いっぱいにするとやっぱり優しく聞こえます。長くなったからです。これを短くしましょう。はい。雨音のようになりましたね。次はスイングです。スキップするような感じにスイングされました。はい、スイングゼロに戻しました。次はオクターブです。このように4つの段階があります。じゃあここで次はパターンレングスというのがあります。ちょっとやってみましょう。はい、左に回すとこんな感じです。右いっぱいに回します。
ょっと違いがよくわかりませんが、はい、ちょっと訳がわかりませんが、難しいことはないので、こうしていじって音を作っていきます。そして最後はフィニッシャーです。フィニッシャーはエフェクターのようなものです。ですから、これをオンにすると変わったエフェクトがかけれます。これもラッチをオンにしてやってみましょう。この大きなノブはエフェクトの度合いを示します。ここでパターンを選んでみましょう。このように分類分けができています。たくさんのフィニッシャーがあります。そしてこの下のパラメーターです。これを左に回すとアタック感が強くなります。右に回すとアタックが小さくなります。はい、これはタイムです。はい、これはすごく区切られたような形になります。これはベースです。はい、すごく低音。右はトレブルと書いてますので高音です。基本はもうたったこれだけです。これだけと言いましても、有心線の内部ではかなり複雑なことをやってくれているわけです。でも、初心者の方が難しいシンセサイダー用語を知らなくとも音作りができるようになっています。今まではミディ鍵盤を弾いて音を鳴らしてテストしてきましたけれども、もちろんこの画面にありますように、ミディの音符をトラックに配置して、それで音を鳴らすこともできます。ちょっと鳴らしてみましょう。先ほどこのシンクというところのビートとキーというのは後から説明しようというふうにしていました。画面にありますように、もしここがこのように小節から遅れて入っていたとします。そうするとビートというのにしておいたら、アルペジオは必ず小節の先頭からピーポーピーポーとこういう風になっていくようになるわけです。でも、このようにスタート地点を遅らしておくと、この入ったミディのところからスタートするようになります。キーにしておけば、必ずこの音符が始まったところからピーポーパーポーという風になります。ややこしいですが、テストをしてみましょう。このようにずらしてたとしたら、クリック音を鳴らしてみます。ちょっと手前の小節から鳴らしてみます。はい。このようになりましたが、キーという風にしておくと、アルペジオのスタートラインが変わります。このようになるわけです。そこらを上手に使い分けてください。通常はビートという風にしておくと、ミディの音符のズレが関係ないので、初心者の人にとって使い勝手はいいかもわかりません。難しいシンセサイダー用語を知らなくとも音作りができるようになっています。それの最たる例が、このサプライズというボタンです。この大きなサプライズというボタンは、3つのセクションにあるこのサイコロダイスマークと連動していまして、例えばこのシーケンサーは影響を与えないという時はこのダイスを消しておくということになります。これでサプライズのボタンを押すんですが、その
サプライズの度合いというのが、このスモールビッグというノブです。これを右の方に回しておくと、ものすごくサプライズが起こります。ちょっとやってみましょう。またラッチをオンにしておきます。押します。はい、このようにですね、今変わった音が出てきましたので、これを採用していきたいと思います。そして、あ、1個前の方が良かったと思った時には、ここで後戻りができるように Undo Redo がありますので、戻ることもできます。そして今の音が気に入ったら、このスモールビッグを小さくしましょう。そうすると、今のような雰囲気で若干だけ違うような形になっていきます。今の音を聞いておいてください。はい、これでサプライズを押します。はい、このように何度押してもあまり変化がありません。じゃあ中間ぐらいにしておきましょう。はい、このように中間ぐらいのサプライズが起こりました。そして画面の下の方にあるのがディレイと、そしてアビエンス、いわゆるリバーブなど、そういうものがここで選んだりできるようになっています。そして各それの度合いであったりが変更できるようになっています。この一番右のつまみはボリュームです。これを変えることで全体的なボリュームを調整できます。そしてシーケンサーを押した時にだけ、この左にキースイッチのようなものができます。これをオフにします。はい、このように消えましたね。シーケンサースイッチを押すと C1 のエリアからのオクターブでいろいろスイッチを変えれるようになっています。普通で言えば今は黒いですが、白鍵に当たる部分にあるドレミファソラ、この6つの音は今の雰囲気の中でパターンを切り替えることができます。ちょっとやってみましょう。今1のパターンです。2のパターン。そしてこの C のボタンは、今のようにラッチになっていたとしても音を止めることができます。そしてファーのシャープ、ソーのシャープ、ラーのシャープのところには2倍3倍4倍という風になっていまして、アルペジオを細かく刻むことができます。そしてこの0のシャープのところにあるのがループです。ループをさせて同じ音を一瞬だけ鳴らすことができます。そして、このドのシャープ。これは突然アルペジオを止めたい時に使います。じゃあやってみましょう。ループします。落ちたタイミングの場所でループします。
2倍、3倍、4倍になると刻みがとっても速くなるので、今のような長い音ではなかなか聞き取れないぐらい細かい刻みになるということです。この左の方はキーボードについているホイールと一緒です。次にこの右下の方にあるボタンでこのキースイッチのガイドが出ます。ここですね。これも説明が英語なんで、僕が説明したんでその通りのことを書いてあるだけです。このつまみはバンドレンジという風になっています。ここでダイナミックを変えることができます。ちょっとこれもやってみましょう。小さいところの音と大きなところの音の差がここで出るようになります。そしてここはオクターブです。プラス1、プラス2、マイナス1、マイナス2、この5つのオクターブエリアを選択することができます。ちょっとやってみましょう。そしてこのつまみはピッチと同じです。ピッチを変えることができます。はい、マイナス50からプラス50までできたということは、半音分のピッチを変えることができます。これにより、生演奏の楽器が入った時に、440Hz ではなくって、442とかでチューニングされた楽器と合わせたりする時にも便利かもわかりません。そして、こちらの方はスケールです。一番上の方は C と Am という風になってますし、この辺のところはペンタという風になっています。コード感を変えれるということです。例えば今やってる C のキーでやってみます。これをペンタに変えます。このようにペンタのスケール、ドレミアソラシドの場合、波長調で言えばファー抜き、C抜き、これでアルペジオを作ったりします。ここでマイナーコードなどの動きを設定できますが、僕も音楽理論にあまり詳しくないので、この辺のところは自分の中ではよくわかりません。ここはあまり触らない方がいいのかもわかりませんね。そしてこのエリアを閉じるのはこのバッテンです。そして自分がこのようにいろいろ変更しましたら、保存するのがこの上の2つのボタンです。左の方はワープロとかでいう普通の保存ですけれども、右の方は名前をつけて保存というのと一緒です。ですから最初は左でやろうと右でやろうと同じような
保存ダイアログが出てきます。こうしてファイル名を付けたいと思います。テスト100。このように付けて保存をします。そして今度はここからまた変更を加えたとします。その時には左のボタンを押したらもうダイアログは出ないでこれを更新します。そしてこちらの方ですね。これは別名保存ですのでまた他の名前に変えたい時にここでテスト2000。はい。あとはユージャムのロゴの横にあるボタンは拡大縮小です。このように拡大縮小ができます。中途半端な大きさにするのには右下からこのように好きなサイズにしてください。このプリセットを選択する画面で自分が登録したのがここにありますけれども、これが見当たらない場合などがあります。それはここがファクトリーになっている時です。ファクトリー、ユーザー、オールというふうに検索対象を変えれますので、ここで絞り込んだりしてみてください。これでほぼすべての機能を説明しました。押さえておくことは、UJAM のシンセはこんなサプライズというような面白いボタンがありますので、これをせいで活用していただいて、自分の考えにはないようなトリッキーな音色を導き出して、そこから細かな修正をしていくという使い方も、この U シンセのベターな使い方なのかもわかりません。ぜひ抵抗感の少ないシンセサイダーの U シンセ、とっても初心者の方に優しい作りになっていますので、ぜひとも使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。村長でした。